この妖精をオベロンと忘れられない冒険に出かけよう。君、21世紀の若者だろ？これくらいの歳は慣れているんじゃないのかい？でもまあ、そうだね。はしゃぐ気持ちはわかると思う。君たちと同じ消費文明でも、この光景にはロマンがある。中世の趣を残しながら工業的なデザインが主体となった都市だ。創作であれ、こんな矛盾した世界を想像できるのが人間の強みなんだろうね。なーに、当然さ。君からのご指名とあらば、この妖精をオベロン、万難を排して飛んでくるとも。まあ、着替えに少し時間がかかってしまったけど、そこは多めに見てほしい。何しろせっかくの冒険だ。それに合ったおしゃれをしないとね。さて、この蒸気観測時計によると、祝福の聖杯とやらは地下にありそうだ。見つければ QP をたくさんもらえるんだろう。張り切って借金を返すとしよう。しかし、機械仕掛けの街なのに階段とはこれいかに。昇降機の一つもないとはね。あ、ここは観念して地道に降りていこう。飛べればもっと楽なんだろうが、僕の羽は知っての通り飾り物だからな。ダヴィンチにとって機械仕掛けのライダーでも作ってもらうのがいいかな。いや、そういうの違う。何か言った？おっと、ごめんごめん、注意力散漫だった。もしかして今顔が近いよね。大丈夫かい？なんて顔してるんだ。暗闇なのが残念だ。カメラがあったら一枚撮っておいたのに。おっと、すまない、悪気はなかったんだ。本当だぜ。ただ見たことのない顔をしていただけだ。戦いの緊張でもない、死への恐怖でもない。子供のように無垢な、いや、何でも言葉にすると陳腐になる。それよりだ、今この地下道では僕と君の二人ぼっちだ。何も恐ろしい敵がいるわけじゃない。気楽に一緒にこの未知な旅を楽しもう。この先はさらに通路が狭くなりそうだ。手を握って前へ進もう。君が僕からはぐれないように。ほら、手を出して。だいぶ下ったかな。あ、ここが最下層みたいだ。残りは一本道、実に順調だと思う。なんだ、後ろからか。なんだって、これはまた想定外だ。走るぞマスター。なんてしつこさだ。おまけに増えている気もする。光が差し込んできた。このまま行くぞ。道がないだと。落ちるぞマスター、手を。作詞作に溺れるだっけ。まさか道が崩れてるとはね。まあ、落ちるのには慣れているさ。
今は普段より少し余分なウエイトがあるだけだ。いった。あ、マスター大丈夫か。蒸気街とは思えないほどの花の数だろう。生命の営みがある以上、花は必ずどこかで咲いているんだよ。水、太陽、花、虫、緑、循環だからね。そう、あそこに聖杯を置いたのは僕だ。君が冒険すると聞いてね。あ、頼まれたこと自体は本当だよ。ただマスターが思ったより落ち着いていなかったから、想定通りにはいかなかったが、今日は君にとっての祝福の日なんだろう。それは大事。キャプテン、オベロン見つかったよ。見つかった。はい、茶番。オベロン氏が通信を拒絶し続けていたと思われます。やっと繋がった。オベロン、マスターは無事かな。地下に入ったきり通信が途絶えていたけど。おっと、それは知らなかった。マスターは無事で聖杯も手に入った。ノープロブレムだよ。ならさっさと戻ってこい。説教はその後だ。お怪我がありましたら治療しますので遠慮なく。みんなちょっと黙ってて。オベロン、マスター、無事なら何よりだ。特に急がずゆっくり街を見てきてほしい。可能であれば今後のための資料として街の撮影を推奨する。蒸気の街にはたくさんの乗り物があるんだろう。ああ、お土産を期待していいぜ、キャプテン。エンジン上の機嫌も取らないといけないからね。別に俺はバイクとか興味ないし。まあペンギンポーターの外付けパーツの参考にはしてやるけど。オーケー、そのあたり重点的に取材しよう。ではまたカルデアで。温かいバケットを焼いて待ってるね。よし、それじゃあ地上に戻って日が沈むまで街を見て回ろうか。ごちゃごちゃしていて油まみれで怪しい店ばかり並ぶ街だけどね、きっといい思い出になる。だって見知らぬ世界を回るのならそれだって立派な冒険だろ。